はい、皆さんこんにちは、こんばんは。あのね、これじっちゃんがさ、今で使ってるマウスなんだけども、相当ね、長いこと使ってる。今ね、ピンポンって誰か来たからさ、出たら、近所のね、おばちゃんがさ、太陽につきあったのと、ゴーヤかな。ゴーヤと、これ菜の花かな。菜の花の酢味噌あえかな。これはなんだ、これなんか、煮干しかなんか、煮干しじゃないな、あれだな。刺身で食べる、なんていう魚だったっけ、これ。すぐと忘れちゃう。忘れた。まあいいや。まだね、朝っていうか、もう昼前なんで。もう昼前なんで、昼ご飯に食べなさいって持ってきてもらったっていうか、持ってきてくれた、突然ね。こうやってね、じっちゃんは、いろんな人にね、助けられて生きてるんだよ。どこいとこかな。嬉しいよね。助かるよね。はい、これでね、じっちゃんは命をつないでます。こういうのでね、これをね、ちょっとバラしてさ、症状を言ったかな。動かすとね、ピコン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 さ言って、多分ね、接触不良を起こしてると思うんだよ。マウスがね、動いたり動かなかったりするんだよ。なんで、ちょっとバラしてさ、もうね、相当長くこれは使ってるよね。これは1本だけじゃないの、バラすの。これだけじゃないの。あ、だね。外れた。うわぁ、中もね、すごい。すごいっていうかね、年季が入ってるね。ポコッと入ってるだけなんだね。あ、歯ブラシはこっちに置いてなかったかな、掃除用のね。ここがね、こう動かすとピコン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 言うんで、どっかね、断線してると思うんだよ、どれかがね。断線っていうか、この接触不良じゃないよな。じゃないと思うんだ。ここはね、止まってるから、多分、これはね、多分線がね、切れてるんだよね。あ、これは、修理をして使おうかなと思ったけど、まあ修理はできないことはないと思うんだけど。どれかが切れてるよ、多分ね。ね、マウスももう今、安いもんだけどね。まだ他にもさ、あるのあるんです。マウスはね。あるんだけど、多分どれか引っ張ったら、取れるんじゃないかな。あ、これか。あ、これもだ。こんなポソッポツって取れるっていうことはね。この2本がさ、断線してるんだね。だからこう動かすたびにピコ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 さ、つながったりつながらなかったりしてたんだろうね。ということはこれを切って、これは、あ、ポンポコって取れるからね、
黒と白が、これはあ、より線だよね。硬いんだよね、この他ののがすると、他ののからするとね、なんか硬い感じがする。この赤はね、もう劣化してるのかな。これは抜けないかな。これはもう止めてあるとか、とりあえず切れた。もちろん取れないよな、これ。ドリルで穴開けて加工するかな。ということはここが切れてるんだから、これをね、切れた。ということは、よいしょ。あ、でもよかったね。昼飯どうしようかなと思ってね、親子丼ぶりでも作るかなって思ってたんだよ。あ、これは今もらったのはさ、晩飯に残しとくかな。昼間は親子丼ぶり作ってね、ちゃちゃっと済まして、うん、これでいいかな。で、これを加工するか。こうなってたよな。から、これは当然もうね、入らないからさ、これを加工して、向こうに置いてると思ったら、こっちにあったね。こっちにあったから、これで、これはちっちゃすぎるか。このドリルは。これはちっちゃすぎるね。これは大きすぎる。これでもちっちゃいから、これで少しずつ大きくしていくか。入ったね。ということはこれで、これで大丈夫かな。これで、これはこうなってるわけだから、こうだから、このあたりで止めないといけないのか。このあたりで止めないといけない。ボンドで。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。ボンドがピュって出てきた。ピュって出てきたよ。おい。なんだよ。なんだよ、なんだよ。わ、ドリルの刃がベチョベチョになった。
蓋開けたらね、ペチャって出てきた。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよってね。これで、これで乾くのを待たないとダメかな。これでちょっとね、乾かします。乾くまで、ちょっとご飯食べようかな。ご飯食べよう。はい、できました。じっちゃん特製親子丼です。じっちゃんはね、今からこれで昼ご飯を食べます。さてさて、昼ご飯も食べたんで、修理をね、再開しようかね。修理を再開していこう。固まったかな？あれ？ケーブル、どこ行った？ケーブル、これじゃない、こっちじゃない、こっちだ。固まったかな？あ、まだ固まりきってはないね。これも掃除しないといけなかった。取れた取れた。よっしゃ、綺麗になったね。このゴムもダメ、劣化してるね。まあいっか、とりあえず使えるとこまで使おうかね。全然じっちゃん目の焦点が合わない。これで多分大丈夫だと思うんだけど、全然わかんない。見えない。細かすぎてわかんないけど、多分。あ、大丈夫だと思ったけど。ああ、これは、あれだ、パターンが剥がれてるね。パターンが剥がれてるもん。もうさ、基板が劣化してね、パターンが剥がれてる。なんでこんなパターンが簡単に剥がれる。あ、また、だけどもうね、どっちみちもうこれ以上はね無理だからさ、無理っていうか修理とかはできないだろうから、もう壊れたらね、次壊れたらもう
買い替えよう。買い替えようっていうか、他にもあったはずだけど。あったと思うんだけどね、マウスはね。これで固まるまで待たないとダメかな。パターンがね、剥がれちゃってるからさ。ヒートガンで温める？ヒートガンで温まるのかな？いや、温まるんじゃなくて固まるのかな。こんなね、マウスなんかもね、いっぱい転がってるのにな。確か車の中にもね、あったと思うんだよ。ワイヤレスマイクもね、どっか、ワイヤレスマイクだね。ワイヤレスマウスもさ、どっかあったんだよね、使ってないのが。新品が、箱入りが。そんなのを使わずにさ、もう使い慣れたやつがやっぱりいいもんだからね、こんなして。古いやつでもさ、こんなしてね、使ってしまうんだよね。これは、ね、固まるのに瞬間接着剤の方が良かったのか。ボンドでしちゃったからね。表面はちょっと固まってるね。表面は固まってる。もうこんなね、手間のかかるっていうかね。昨日は昨日でさ、今作ってるね、クロスヤギのさ、部材をまだ全部チェックしてなかったんだよ。あるやつとかね、あるやつで作れるって思ってるんだけど、思ってたんだけどさ、アンテナの部材をね、入れてる箱を、中をね、こう、漁ってさ、とりあえず出したんだよ。出したら、もうね、サイズって大きさが違ったりとかさ、そのままでは組み立てられないというね。これで大丈夫だと思うけどな。 OK。 認識するのかな、2つ。お、大丈夫大丈夫。お、バッチリ。バッチリ動きますな。あ、全然症状も出ない。大丈夫大丈夫。よし。オッケー。できた。できたできた。できたね。はい、今回はね、実はのさ、今で使ってるマウスがね、多分、ここがさ、引っ張ったらプツって抜けたんで、ここが断線してたんだよね。こう、曲がるからさ、動くから、劣化でね、経年劣化で断線してしまったんだろうね。はい、ということでね、じっちゃんの長年、もう何年使ってるのかな？もう、こう、触ってるだけでさ、こう、剥げてくるぐらいだからね、相当使ってるよね。多分 4,5 年以上使ってるのかな。安いね、マウスだと思うんだよ。まあ見た目が安い感じだからね。どこのやつなんだこれは。あ、字がちっちゃくて見えない。どこのやつなんだろうね。メイドインチャイナっていうのは見えるね。はい、ということでね、今回はじっちゃんがね、長年さ、今で使ってるマウスがね、断線してしまったんで、修理してね、使えるようにしてみました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。